皆さんこんばんは、ルシファーです。ってことでね、バイオハザード7、前回の続きからなんですけども、その扉でしょうね。ちょっと待って。これ、ここに来て精神刺激薬は役に立つの？ちょっと待って。あ、ここはアイテムボックスはないんだ。ないんだ。そうでしょ？いや、絶対これ装備間違えてるって。絶対こいつこうでしょ。ナイフ持ってる場合じゃないもんね。とりあえずショットガン持ってこうか。ここじゃないの。崩れたね。え、なにこれ、ババアの車椅子じゃない？これ。このババアの車椅子だね。でもなんか途中からなんか人形壊すの忘れてるよね、私絶対。あ、なんかあるわ。これは何なの？これがエブリンってこと？ブリンリンみたいなやつ？もうね、怖いね。あ、ここだ。そうだ、なんか扉がどうのこうのって言ってた。何？寄るな。寄るな。扉できてるよ。怖。どうせだし、刺激薬使ってみようか。何もない。嘘で。ここあれじゃん。私が向こうで襲われてる。襲われてる。いた。何でも人のせいにするんじゃない。ちょっと、何言ってんの、何言ってんの。そいつを殺してママ。ちょっとやめてって。ああ、悪い方の銭出てる、悪い方の銭出てるって。ちょっと何やってんの。パパになりたくないって。それじゃあ殺すしかないね。こいつだ。じゃあ次はママがお前を殺す番だよ。じゃあって何？まだ一回もやられてないよ。まだ一回もやられてないよ。じゃあってなんだよ、じゃあって。精神刺激薬効いてんの？うわ、えぐいな。何？え？ここじゃないの？え？あれ？先回りしちゃった？あれ？え、どこ？帰らして。帰れない。あ、ないじゃん。どうなってんの？これなんかすごいことになってるね。何にも落ちてないよ。あれ？あれ？どこに行けばいいの？このまま出れる？出れちゃう。出れちゃうんだよ。怖い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 。お前も家いた。族にしてやる。そうしたらきっと少しはお行儀よくなるよね。俺は本気だぞ。やめろ！私に近づくな！え、ちょっと、何やってんの、何やってんの。死なせてよ！ダメだって。ダメだって。何やってんの、あんた。怖い。危ない。腕はやめて。もう一回取れてるから。あれ？こっちじゃないの？いけない。こっちいけない。こっちだ。
じゃあこっちだ。開けられない。え、何これ、こんなのあった？なんかめっちゃでかいんだけど。撃ってもいい？当たんない。とりあえずこっち持っとこうか。たまに余裕があるしね。怖っ。ちょっとダメだって。おい、怖い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 。悪いゼニさん出てきすぎだって。悪い方のゼニさん出てきすぎだって。いた。近づくんじゃない。危ない危ない危ない。なに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 。お前に分かるもんか。うお、なに、めっちゃ風ダメージ受け、ダメだって。ね、全然近寄れてんのか近寄れてないのか分かんない。危ない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 。いった。しゃあ、これで私の勝ちなんでしょうかね。勝った。でもあんな子供どこにいたの。お前がやっぱりババア、ババアババアだったの？どうしてみんな私を嫌うの？危ないからだよ。危ないからだよ。ババア何これ？うわ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 。苦しい苦しい苦しい。なんか、うわ。何言ってんの何言ってんの。ちょっと壁が危ないことになってる、壁が危ないことになってる。ちょっと待って、これはこっちだね。弾変えよう。聞いてる？聞いてんの？本当聞いてる？めっちゃ怖いんだけど。お前は許さない。ちょっとこれどうしたらいいどうしたらいい。痛い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 。嘘。いや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 、ちょっと待って、それひどいって。ちょっと待って、ここに来てやられる。あ、なるほどね。もう総力戦で戦えってことね。なるほどね。リモコン爆弾。お前が飛ばせないの、飛ばせないのね。ごめんね。私を嫌うの。焼夷弾聞いてたの、あれ。ちょっとエブリン終わってくれないの分かってんだよ。もう苦しい苦しい苦しい。ちょっとそこじゃ終われないでしょ、やっぱり。立たないとね、立たないとね。どういう原理で壁から出てこれんの。うわ、勘弁してよ。めっちゃ浮くんだけど。聞いてんのこんなの、本当に。いっていって、ちょっと何何何何何、またやられても、また潰し、ちょっとやめて。ちょっとわーじゃないって、あーわーじゃない、死ぬて、あの高さ死ぬて。ヘリが来た、ヘリが来た、ヘリが来たはいいけど、こっち血まみれだよ。ちょっとでかいな、でかいな。ちょっと弾がいるって。
何いって回復使えない、ちょっと動けないし回復使えない。どうすんの。ちょっと足はダメだって。ちょっと助けて。嘘、手取れて足まで取れちゃうの。痛い。何やってんのあんた。痛いって。今度どうすんの。いや知らないって。こっちもやめてほしいだけだって。だから転落死だって。ちょっと助けて。なんかある。いった。嘘、今どうすんの。よく電話できたねこの状況で。ちょっと何これ。何この武器何なの。ちなみに大丈夫みたいな。終わった。本体がやったってことなのかな。きつ。最後の最後でやられる。普通手食いは即死系持ってたんだね。予想してなかったわ。ちょっと本当、何束の間の休息って何。夜が明けたみたいですね。ちょっとなんかいっぱい出てきた。きついわ。ちょっと誰、めっちゃ持ってるじゃん。なんか無事でよかった。クリス・レッドフィールドだね。ずいぶん遅かったじゃないか。いや本当そうよ。大惨事だよこんなの。あ、生きてたんだ。ミア、助かったんだ俺たち。本当。ちょっとゼニコ、お前やめてくれよ。助かったって、左腕あんなのでいいの。ちゃんと治療しないとダメでしょ。どんなに暗い夜もいつかは明ける。いいこと言ってるよ。ようやく夜明けが訪れた。いいこと言ってるわ。気が遠くなるほど長い夜だった。一夜で解決できたってことはよかったんじゃないの。宮だけじゃない、ベーカー家もそうだ。あの化け物エブリンに変えられてしまった。いやいや、あの長男違うみたいなこと書いてたじゃん。だがあいつはもういない。後のことは彼らに任せればいい。俺は宮を失ったと思っていた。だが彼女は戻り、全てを乗り越え歩み出そうとしている。ここから新しい日が始まる。なんかすごいね、感動のシーンみたいな感じですけどね。はい、バイオハザード7ということでね。何何のシーンこれ。何ここで追われてんの。追われてるみたいだね。はい、ということでね、一応本編の方今回でクリアということでね。どうなんですかね、今更バイオハザード7という感もあったんですけども、
一応ね、私たちメンバー全員でナンバリングタイトルをクリアするっていうのでバイオハザード全シリーズやっていきますんで、今ね、あとは全ニコの方がね、バイオハザード1で、私とゼニさん、ゼニコでバイオハザード0の方やっておりますんでね、一応ね、今一応全タイトルはもう始動してるんですけども、であとね、3の方はまあまあまたね、発売されたらやっていこうかなというところでございます。あとね、姉さんがやってる無双ロッチの方もね、随時動画の方アップしていきますんで、またね、そちらの方もね、また違う楽しさありますんでね、はい、できたらね、まあ姉さんと私のやりとり、またね、私とゼニコとのやりとり、姉さんとゼニコのやりとりを楽しんでいただけたらね、面白いんでないかなと思っております。どうなんだろうね、これ飛ばした方がいいのかな、でも飛ばさない方がいいのかな、私結構飛ばしたがるんですけど、どうなんだろうね、どうしよう、これどうなの、飛ばせれるの。まあね、ただただ怖かったっすね、セブン。ある意味リツーより怖かった気がする。うん、まあまあリツーもリツーで怖かったんですけどね、まあリツーの方ね、まだDLC 版がクリアできてないんで、なんとかそっちの方もねしていかなきゃダメなんですけども、まあ難しいんでね、まあまたね、ちょっとゼニさんの方と一緒にやっていけたらなと思っております。ね、どうなんだろうね、無双ロッチの方がね、全然どこでどうなるのか全く分かんない、まだ4章が終わらない中でですね、はい、エブリン顔が消えてる、はい、どうしようか、まあまあ、じゃあもうちょっとね、だらだら喋らせてもらおうかな、はい、ということでね、まあこのエンディング中はちょっと雑談というかね、まあ、今後のデモンズの流れの方をね、お伝えできたらなと思うんですけども、今後のデモンズは、どうなんだろう、ちょっとね、料理の方をね、少しやりたいということで、まあ、オーバークックやってるんで、はい、実写でね、料理の方をやっていきたいなと思いながら、今、計画してるんですけども、なかなか進んでおらずね、取れてないんですけども、ちょっとそっちもね、の方も取っていきたいんで、はい、まあまあ簡単な料理から始めてね、なんかいろいろ晩ご飯のね、一品になるようなメニューをお伝えできたら、まあそれはそれで役に立つのかなと思っております。あとまあゲームの方はね、どうなんですかね、まあまあ僕この後このセブンの DLC 版もやっていくんですけども、まあ何かね、デーモンズ、まあ、ルシファー、ゼニー、姉さんにこれやってよっていうのありましたらね、コメントの方いただけたらね、はい、できる限りやっていきたいなと思っております。で、まあ、ゼニーさんの方はね、1がまだ始まったところなんでね、まあ、しばらくゼニコが1の方をね、ずっと展開していこうっていう形になるんですかね。でもね、もう画質がね、やっぱりこの辺やっちゃうとね、ちょっと物足りなくなってくるのかな。まあまあ、まあ、ゼロとワンは本当、謎解きの要素の方がメインな気がするんで、まあちょっと難しいなと思いながらずっとやってるんですけどね。はい。どうなんですかね。とりあえず DLC の方ね、私はまあまあ、サクッと終わらせれたらいいなと思うんですけども、大丈夫なのかな。で、私がやるのが、クリスが主人公の方と、なんだ？お父さんのお兄さんが主人公の方の2タイトルの方をやらせてもらおうと思っております。その他のね、DLC の方はですね、過去のね、去年のお盆ぐらいにやってるんで、もうそっちはいいかなと思ってしません。はい。しないっていう方向でお願いします。まあね、今のデーモンズだったらもうちょっといけるんじゃないっていう思った方はね、コメントで全ての DLC やってくれって出たら、まあそれはそれでどうしようかな、もう一回やろうかな、うん、そういうコメントがありましたらもう一回やりたいなと思います。はい、とりあえず今のところの情報はそんなもんかな。
はい、なんで一応ね、ゼニーさんはもうほぼホラーオンリーで進んでますんで、多分ホラー、これからも先もホラーがメインになってくるのかなって感じなんですけども、まあね、姉さんからよくね、ゼニーの扱い悪いって言われるんですけどね、私のマネージャーなんでね、あれぐらいでいいんじゃないかなと思っております。どうなんでしょうかね、これ飛ばせないの？あ、スキップできる。あ、じゃあごめんなさい、スキップしちゃいます。はい、ということでね、まあ、エンディングもスキップ、まだあんの？まだあんのね。はい、スキップしました。ということで、リスタート2回になってるんですけどね、1回ね、これ動画になってないところでやられました。あ、ファイルでもまだ4つぐらいなんか見てないやつあるんだ。回復アイテム使いすぎだね。スタビライザー結局1回も使わずか。ステロイド2回。へえ。ああ、なんか人形ね。結局4つしか壊せなかったね。あ、難易度が出たのと武器がアルバート 01R っていうのが入ったということでね。っていうところで終わりなのかな。はい、ということでね、今回で、12話目なのかな。はい、12話、お付き合いいただき誠にありがとうございました。ということでね、この後はね、バイオハザード7の方は DLC 版の方やっていきますんで、まあ、もうしばらくお付き合いの方よろしくお願いいたします。あとですね、他のメンバー出てる動画もありますんで、そちらの方もね、随時アップしていきますんで、よろしくお願いいたします。ということで、今回の動画少しでも面白いと思ったら、高評価、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。はい、あとね、お前ら技術本当に上がってんのかっていう方もね、コメントで激励の方よろしくお願いいたします。ということで、今回この辺で終わりたいと思います。ありがとうございました。